今回はローンピークの6を紹介します。こちらが6です。脱いだ方がいいか。ローンピークの6です。ベルクロ付きでフックも引っ掛けられます。足型は今までと一緒のようです。つま先が広くてゼロドロップシューズ。こちらは今まで履いていた 4.5 です。2020年の10月から履いていて1年半履いて、つま先がちょっと剥がれ気味で、こちらの横も剥がれそうになっていて、内側がもう完全に穴が開いてます。こんな感じ。もう少しは履けそう。比べてみますとこんな感じです。同じ足型なんですが意外と見た目が違います。 4.5 と6。シューレースのスタートがつま先に近くなってます。後ろのかかとが横と縦、ベルクロは同じなんですがロゴがなくなってます。ソールはだいたい同じ。1年半履いてこれぐらいすり減ってます。アルトラのローンピーク6でした。